かりたいならそろそろ本気出せ。どうも、いばしおりです。今回は英語のレジェンド松本道博先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしく。今日は実はですね、京都大学の英作文の問題を私解いてきました。それと同じものをですね、英語のレジェンド松本先生にも解いていただいたんですけれども、松本先生っていうのは実はミスターステップアップの英語の特別講師で、もう英語の達人の先生でいらっしゃいます。で、著書は190冊以上に上ってね、こんなギブとゲットだけで英語は通じるとかで、今日お見せするのは私の英作文と、某予備校さんの英作文と、あとは松本道博先生のもう魂のこもった英作文をですね、お見せしていきます。実際にこの松本先生の視点から、みんながお手本にしてる、もうこれがすごい英作文だと思ってるこの大手予備校さんの英訳をですね、ズバッと切ってもらって、こう実は本当の英語ってこうなんだよっていうのを感じてもらったら、普段英語を勉強していく時にもすごく役立つし、共通テストの英語って結構日常の生活のね、英語の表現よりにすごくなってきてるんですよ。だからいろんな英語に触れていって、こう吸収していって、もうどんな英語の表現が来てももう読めるよっていう風になっていくことが大事だから、ぜひ最後まで見てください。それでは京都大学の2021年の英作文ですね、紹介していきます。言うまでもなく、転ばぬ先の杖は大切である。しかし、たまには結果をあれこれ心配する前に一歩踏み出す勇気が必要だ。痛い目を見るかもしれないが、失敗を重ねることで人としての円熟味が増すこともあるだろう。諦めずに何度も立ち上がった体験が、とんでもない困難に直面したときに、それを乗り越える大きな武器となるに違いない。はい、という文章で、まず私の英訳を紹介します。 Of course it is important for you to prepare carefully not to make a big mistake, but sometimes you should take first action courageously before you worry about failure. Suddenly you may take pains for your actions, but you also make your character mature.Because of such mistakes. Every time you overcome painful situation, you can access your success when you face unexpected troubles. という訳なんですけれども、ズバリ切っていただきたいなと思うんですけれども、最初、Of course, it is important. これはよく日本人の英語としてよく耳にしますよね。はい、Important は大切。はい、なんかはパブロフのね、犬のね、条件反射みたいになってるね。条件反射ですね。大切からインポータントは。だから全体が見えないからね、心は一つで、心ってのはハートしかない。心7つも8つもあるんだけども、大切のもいっぱいあるんだけども、もう受験者はもう単語覚えてるね。大切、インポータント。それ以外ってむしろあるんですかね。やっぱりいろいろあるんだけどね。やっぱり試験用の問題と試験以外と違うよね。だからこの prepare carefully not to make a big mistake、 これもね、やっぱりこう長いような感じなんですよ。もっと短くコンパクトにできないかなという感じでね、大きなミスをしないようにやるというと、英語で一言で take risk だけでいいんだけど、リスクってのはね、リスクを取るとかリスクを避けるというよね。それ日本は避けるというのはないの。リスクを避けるっていうのは、学校では引用だったらリスク回避、よく言いますね。日本語で言うでしょ。ところがそれやったら avoid risks になっちゃうの。それ違うの。リスクって取るものであって、回避するものじゃないの。行くことをリスクという。その行く時、途中で怪我するとか失敗するとか、そのリスクを減らすことはリデュースになるわけ。だからアボイドじゃないんだけど、時々のね、アボイディングリスクという。リスクをアボイドすることが人生による最大のリスクだね。最大のリスクはリスクを取らないこと。英語の勉強ってのは皆さんね、リスクを取ることなんですよ。失敗して一回も起こった方がいいんじゃないかなと思うね。次どこに失敗してるか、訳してて、自分訳してすごい難しいなと思ったのは、そのミステイクをいっぱい使いたくなるんですよね。そう、よし、こう例えば最初にその、あれ結果をあれこれ失敗する前にっていう最初の1行目の訳が、こうミステイクをまず使いたくなるんですけど、なるほど、その次の文で失敗を重ねることでの失敗
でもミステイクを使いたくなるんですよ。わかった。だから兄弟の英語ってただこう日本語を与えられた訳に対して正しい表現じゃなくって、うんうん、こう文章としても通りがいいかとかそういったところにすごく厳しく採点されるっていうのがあるから、そこでこうミステイクを何回も連発したら点下がっちゃうやろうなっていう目線で、まあ、ミステイクとフェイルアをこう使い分けたっていう感じでしたね。だからそれいろんなところでフェイリアとかミステイクとかペインフルとかトラブルとかいっぱい出てくる。それはねまだ突っ込めたりそこを先行かなきゃいけない。失敗したら何なの。失敗した時恥ずかしいでしょ、うんうん、恥ずかしいんだったらエンバラスメントじゃないの、失敗じゃなくて。あ、だからそこで突っ込んでないの。これ表だけ慣れてるからフェイリアは誰でもあるよね、はい、それないておしまいならないし許されるというのは世の中甘くないから、はい、そこで失敗したとエンバラス、そこまで読み取ってエンバラスを選んで書くってこと、ね、そうそう、そこまで。だから言いたいのは何だよ、フェイリアと、まうん、マチュアはペインフル分かるけども、その結果、うん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 、みんなの兄弟入りで入れなかったって恥かくよね、うん、取ってしまったからプラスだけマイナスかもしれないよ、うんうん、それ変な自信ができちゃったそこまでこの和訳から想像してそこまで必要ないからねないんだけどさ、あとこの和訳英文、うん、あの問題の中で円熟みが増すっていうところがこの文章で試したいところなんですよね。あのここをどういうふうに受験生訳すかなっていうところを見てると思うんですけ ど、ね、このメイクアキャラクターマチュアっていう表現はどうですか。これも直接常備訳英語って言うんだけどね、もう直訳してるね。直訳ですね、うん、直訳して日本人は全部わかるの、うん、これ安全に行きました。安全に行くから、はい、リスクは取れなかったですね。リスク取らなかった、リスク取らなかった。これ見たら全部わかるけども意味わからないよ。わかる方がおかしいの。これメイクはキャラクターマチュア、キャラクターと背骨みたいなもんだから気質と品格というのはキャラクター、キャラクター見せるもんじゃないわけ、うん、マチュアって見えるからね、うん、おかしいでしょ。キャラクターって内部のもんだから、はい、パーソナリティと人格が見えるわけ、うんうんうん、キャラクターってあのキャラはって内部に見えないけど秘めたもの、はい、それをマチュアにして、マチュア演じるから見えなきゃいけない、矛盾してるでしょ。あ、目に見えるものと見えないものが同居してるから、これは変な文章になるってことなんですね、うん、だからむしろね、メイクアキャラクターマチュア直訳するよね、ディベロップヨーキャラクター、ディベロップヨーキャラクター、キャラクターってその人の、ね、持ち味なの、うんうん、リバちゃんはやっぱりやっぱりね生徒から好かれるし、キャラはものすごいいいの、うん、その時に、ねはい、人の前で、ね、あのしっかりした女性って言われてるで急に泣き出したりしたら、今日は岩ちゃんらしくないよと、その前に、はい、You're out of character って言う、はい、Hi, what happens? You're out of character today って言ったら、岩ちゃんらしくないねって、キャラクター見えないんだけど、うん、びくともしないよな、自尊心、うん、それを捨ててしまってるのよ、弱さ見せたら、うんうん、しっかりしてついてきなさいよと、私はこんなにできなかったけど今こうやって皆さん立ってるって、それはやっぱりいろんな苦労したことあったよね。それはディベロピアキャラクター。キャラクタービルディングとは人間形成、うん、人格形成になる。はい、ね。でもここでディベロップ使える受験生は、いないな。多分いないですね。そうか、ディベロップね。でも、なんか松本先生の英語のすごいところって、その中学の時から知ってる英単語だけど、なかなか一番必要なところでこう出てこないっていう。ね。だけど僕もね、やっぱりディベロップが出るまで苦労したことあったね、うんうんうん、僕は大阪にいた時27歳ぐらい商社マンで、日本の、うんうん、英語ラジオ NHK ラジオで一番のドクタートール松本っていうのがいたわけ、うんうんうん、でカムカムエブリバディって音楽あったよね、うんうんうん、NHK でやってた、その人より上に来た人、日本一番のラジオの時代だから、その人に僕は挑戦出したわけ、あんたと英語で戦いたいって、で会った時は英語しかないって、どちらの戦い、二条の商社マンが、うんうんうん、なんか王将に弓を引いた男みたいなね、将棋で名人に戦って、アマチュアのプロが、その時に会った時に初めて英語喋って、ドクタートール松本、太い声でね、貫禄があったわけよ、じっとして、うん、その時僕は英語で質問した、うん、Where did you train your sense of humor? ユーモアの先生があった人とか、 Train your sense of humor って言った時、 How did I develop my sense of humor? って変えられたね、悔しかった、一本取られた、小手先だけどね、Train じゃない、鍛えるとは Train とはデベロップの日本人関係ないわけ、ただプロは違うわ、絶対関西では敵なかったで、Train を使ったけど、彼は自分の英語で
Did I develop my sense of humor? その時、あ、違いを示されたやっぱりすごいは名人だと思った時、だからディベロップ覚えてるんだ、うん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 、だから僕もその時これ負けた神経症も言ってんだよ。東の松本、西の松本、どっちが一番だって挑戦状書いてやったから、それでもディベロップを言ったら一歩上だなって言って、ね、その時やられたし、なんかやられたっていう感じがしたね。だからやっぱ恥かかないと伸びないね。だからペインフルシチュエーションとかオーバーカムペインフルシチュエーションっていうんだけどね、痛いよね、やっぱり真実つかれたら。だから truth hurts っていうんだから、 telling the truth is painful って言ったら日本人全部わかるわけ。でもっと綺麗なポエティックな詩的な英語でもっと短い truth hurts、 これだけいいわけ。真実は傷つくとかね。だからペインフルで hurt の方が短いね。短かったら短いほどパンチが効くの。それでは次は大手予備校さんの和訳の紹介に行きたいと思います。受験生からすると本当にこう満点の回答というか、もう絶対こんなできへんやろって思いながらこう見るような回答なんですけど、本当です。松本先生にぜひちょっと、切っていただきたいなと思うんですけど、じゃあまずは有名な慶塾さんの和訳です。It goes without saying that it is important to look before you leap. Sometimes, however, you need to have the courage to take a step forward before you worry a lot about the results. Though you may suffer a terrible experience, you can develop and mature through repeated failures. The experience of not giving up but recovering repeatedly will surely be a big help to overcome a tremendous challenge you may be confronted with.Goes without saying って懐かしい英語だね。それは Look before you leap もこれもよく使う。この場の先の杖というのがみんなが使っていることを使うというのは、あのアメリカ人は特にバカにするんですよ。イギリス人はまだ寛容。あ、古文を使ってるなってかっこいいという。アメリカはね、同じこと言って嫌う。それは絶対嫌うんですよね、同じことを。だから笑わないですよ、ジョークでね。それ聞いたことあるよと言ったらもうそれは滑ったことになるわけね。だからここで Look before you leap、 誰でも知ってることって、また日本人会うために Look before you leap を使っていると、その時にとって原点になるわけ。勢いがないから上名で英語になっちゃう、みんな丸暗記して覚えてると。はい、そうですね。てか、Look Before You Leap ですら書けないと思う、普通の受験生は。あ、そうか。知らないですね。あ、そうか。だから、転ばん先の杖っていうのを、例えば失敗しないようにとか、その失敗を未然に防ぐっていう日本語に変えて和訳する受験生ほとんどだから、この表現ですら受験生からしたらだいぶ上級レベルっていう認識ですね。なるほどね。それからね、やっぱり、Develop and Mature、とかいうディベロップ and mature は動詞に使ってるな。 through repeated failures、 failure がやっぱり出てるね。 the experience of not giving up but recovering repeatedly will、 これ主語がものすごい長すぎるね。だからこれをもっと簡単に一言、resilience、 たった一言でこれ全部いらないし、The experience of not giving up but recovering repeatedly、 これ一言で言った一言で単語は resilience、 また説明して発音して resilience、 resilience、 そう、かっこいいですね。世界中の英語で言ったら日本人の強さ、resilience、 もう一回皆さん発音してください。 resilience、 resilience、 これだけ、これだけでね、うーん、だから他の長い文章いらない、単語一つで、でこれはね長いんですよ。 We surely be help toOvercome a tremendous challenge you may be confronted with. もう肩こるね。これ音読すごいしにくかったんですよね、さっき読み上げてみて。もう格用の英語っていうふうに作ってるから、そうそう、呼吸が乱れてくる、音読ね。だから英語、僕はこれ、ね、あの単語15個一言で Make it だけでいいよね。 You make it, make itこのウィルシュアリーイカーがメイクイットだけで表現できる。 Big help to overcome でなんかいらないの。メイクイット Sure you can make it、 これだけでいいのに、1秒で言えるのに日本人には3分4分かかるわけ。プロはどれだけ切るかと。僕が書いた文章はいかに切るか、いかに切るか、99%切っちゃったよ。残ったものが大切。これはプロなの。
アマチュアはここまでやったか知ってるとか忘れる全部入れちゃえって言うから、うん、アマチュアはお金取れない、うんうん、プロっていうのはお金を取れること、うん、アマチュアっていうのはお金取れない、うん、だからこれを見た場合なんか単語ボンボン入れてるわけよ、うん、これはボキャビュラリーがものすごいなと思うんだけど、うん、そういうカッコをつけるともうダメなの、うん、切れる英語でさらっと言って、うんうん、英語の勉強はね、単語力の問題じゃないの、これがかって使えるかどうか。それでは最後に松本先生のですね、英訳を見ていただきたいなと思います。じゃあせっかくなので松本先生に音読してもらいたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。やってみましょうかね。 It is a cliché to say that forewarned is forearmed, but the case can be made that it pays to go for it without thinking twice about the consequences. You may have to pay the price for that, but who knows, you might be able to grow biggerfrom living with the mistakes you have often made. By so doing, you can rest assured that by trying again and again, despite your embarrassments in the past, you'll be able to arm yourself, so to speak, with the acquired immunity against the formidable future challenges you're about to get. 本当にね、かっこいいの一言に尽きるというか、なんかまずこの最初のこのクリシェって多分これ、ね、そうクリシェっていうのはね、最初部分はオビアスにしようと思ったな。あの常識ですがと言ったら、日本ではコモンセンスは常識だと、うん、受験英語的に、ね、常識コモンセンスやってる人、うん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 、それは絶対使わないんですよ、うん、その時は僕初めて NHK に出た時、オーディションの時に通った英語はこれだったの、うんうん、It is a cliché to say と言った時、もう聞いてる人がびっくりした。あの人本当に日本から一本も出てないのと、うんうん、それで、あの、うん、5、6年前かな、京都女子大の教授が僕の英語を全部聞いて覚えて丸暗記してたっていう、うんうん、その時本当かなって聞いたら、うん、It's a cliché to say とやってるわけよ、うん、これかっこいいから丸暗記してた、うん、びっくりしたね。俺忘れてるんだけど、うん、この教授は全部丸暗記してたっていう、それを思い出して cliché to say にしたんだけどね。大切、言うまでもなくとか、うん、ニードレスで使わない、うん、だからクリシェイトで It's obvious とか使ったら、うん、That forearmed is forearmed、 これもこれも韻を踏んでるようなね、韻を踏んでるような表現ですごいかっこいいなと思いました。転ばぬ先の杖よりね、こちらの方が、うん、あらかじめ忠告を受けたら、うん、もうちゃんと武器を持っているのと同じ意味だっていうんだよね。それで、その The case can be made that it pays to go for it、うん、これは一人で言うね、呼吸が大切だからね、うんうん、Without thinking twice、 the 慎重に seriously とじゃなくて thinking twice、 これが慎重になるね。 think twice、 2回も3回もね、 twice、 あれは他は何だったか、think twice だね。 think twice、 よく慎重に考えようという感じ、ね、簡単な英語だけど、こうすごいイメージとか情景がすごい伝わってきますね。そうね、多分、うん、受験生は知らないと思うんですけど、例えば数学というのは、うん、I thought about it って言ったら、うん、And I thought I was right On second thought I was wrong って言ったら、最初こうだとやっぱり俺間違って書き直したよと、うんうんうん、やっぱりっていうのが On second thought になるわけ、うん、だから数学的に 1,2,3 と言ったら流れで言って 1が出た、2が戦って3番目に結論を出す、うん、これが数学的な思考なんだけど、うん、日本の場合はね、自然集団 1,2,3,4,5,6 で全然リズムはないわけ、うん、リズムだパッと1と2は対決して3がまあまあと抑える、うん、だから3がロジックになるわけね、数学的な、うん、英語は数学なんだ。そんなストーリーがあるんですね、うん、だからそれを見ると、うん、あの Thinking twice って言ったらその反対だから、うん、もう一回ちょっと待てよ、立てな、うん、考えるぶつけて止めてるっていうイメージってことですか。そうそうそう、結果のことをくよくよする、結果のことを気にせずにいて、うん、worry about を使ってるわ、うん、これ日本には使う、うん、だけど関数形成の中でネガティブな結果だから、失敗したらどうしようかなということも考えずにと、うんうんうん、そんなことしたらやっぱり結果往生しますせって、 you might、うん、you may have to pay the price for that、うん、お金を払うって辛いことだよね、失敗して、うんうんうん、だからこれ英語の切れる英語はこっちなの、うん、but who knows と、ひょっとしたらという、 might be able to grow bigger than
yourself from living with the mistakes you have often made. これ live with ってどういう感じだと思う？ How can you live with success ってどう訳す？まあ、直訳したら成功と一緒に生きるなんですけど、まあ、直訳じゃないと思うので、ね、そうそうないと思う、いいとこ言ってる、うん、じゃあちょっとひねって考えたら Live with success。 サクセスしたら普通の人はやったー、うん、言ったらどうなる？上がって落ちちゃう、落ちるよね、ハウトリブサクセス、成功したらそれと共にやるとしんどいでしょ、うん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 、成功続けるんだよ俺、うん、先生方みんなそうだよ。リブウィズってことは一緒に生きていくってことだから、うん、まあ、それが当たり前のように隣にあるっていうイメージですかね。ということはそれは我慢する、我慢が入ってる、努力して、うん、成功したら次、成功したらすぐ失うんだから、成功したら次落ちるんだから、それを持続できるのかと、うん、それがリブウィズね。だから何だ一緒に住むっていうのは直訳的だから、リブウィズって絶対ね、そういえばイメージとしてはこう受験生が1日10時間勉強するのは大変、一時的にはできるけどそれを継続してやっていくのは大変、そうだね、あ、そういうことに対して、うんうんうん、リビングウィズ、要はこうスタンダードを上げる、そのレベルを上げてそれを保つっていうようなイメージのことを表現するときにリビングウィズっていう、そうだね、だから一番世界で自信持つでしょ、カンフィデンスができるから、うん、あのハードルが低くしちゃうのね、はい、ハードルって使って英語ではバーというのね、うん、Keep your bars high、うん、ハードルを高くし続けることができるかどうかね、うん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 、もう私は京大入った東大入ってもうこれで私は成功したから一生ね、うんうんうん、心配ないと思ったらダメ、うん、ハードルを下げちゃってる、ね、そこから追い込み続けていく、追い込み続けていく、うん、そうね、だからそれなんかが面白いから、それで次行くとね、あの by so doing you can rest assured that by try again and again despite your embarrassments you'll be able to arm yourself with acquired immunity against the formidable future challenges you are yet to get。 これから必ずそういう挑戦に合うと、すごい挑戦になると、その時の arm yourself が武器として自分でね鍛える、だから arm yourselfフォーアームドといったと同じようにね、そこは恥をかいて失敗談をエンバラスメントにしたわけ、恥をかいた、失敗とかミステイクを使ってないでしょ、ここはエンバラスメントにしたからにかかわらず try again and again、 継続は力いうね、進学塾の英語ではどういう、継続は力なり、うん、継続と進学塾なんだ、継続、コンティニュー、コンティニューでしょ、名詞はコンティ、もう少しコンティニュアス、コンティニュアスはコンティニューティね、コンティニューティ、コンティニューティは力というのは、うん、is 何力、パワーでしょ、それ聞いたら日本人わかるでしょ、コンティニューティパワー通じないの、うんうんうん、英語では try again、 これだけでいいの、もう何回もディープ話をした、日本人はビッグワードは好きなのに、進学塾行ってね、うんうん、一流大学の難関大学の人全部同じで、うんうん、Continuity is power、うん、文法っていうのは完璧、一流大学全部通るわ、うん、聞いたことないよ、こう今のを聞いたらもうほとんどの日常表現って中学レベルの単語で表現できちゃうことになりますよね、よい、わざわざ覚えないといけないと思ってたんですけど、そう、そのめっちゃ簡単な日常の表現でほとんどの言い方ができてしまう、できるわけ、だから try again でいいわけ、失敗をバネにして、うん、バネっていうことは使ったらディスパイトにしてたよね、うん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 、恥ずかしい失敗談をバネにしてて訳してもいいよね、にもかかわらずだから、うんうん、それによって自分次同じ問題を立ててパッと受けて立つと、イミュニティだから免疫性ができるということね、うんうん、それで、フューチャーチャレンジ、You are yet to get、この get はカムアクロスにしてもいいんだけども、僕のトレードマークだから、おまけって get にしたんだけどね。へ、ギブとゲット。ギブゲットで。これですね。うん、ギブとゲットだけで。ゲットあの全体を見上げてくださった時にも、本当になんかこう、ストーリーが伝わってくるというか、こう、なんか映画の予告編みたいな雰囲気をすごく感じましたね。なんか、すごいすごい、こう読んでてこうリズムが
すごく乗ってくるというか、こうテンション上がってくる感じですよね。うん、嬉しいね。なんかあんまり普段その英語の勉強をこうしてて、そういうふうに英語読んでてテンション上がってくるとかあんまないんですよね、普通は。あ、そうか、うん、なんかもう得ためだけに読むから、うん、その高得点取って大学に合格するためだけに読むから、テンション上がるとか楽しいなってあんまり受験生の時って感じたことなかったんですけど、うん、本当にあの理解するための英語であって、でもこうやって本当に最初にね、動脈英語と静脈英語っていうことをおっしゃってたんですけど、さてこうストーリーが伝わってくるというか、熱量がこう伝わってくるような、こうトライングトライング、アゲインアンドアゲインのところとか、うん、すごいリズムがよくって、本当にこう乗ってくるというか、うん、嬉しいね、これは。こういう優しい言葉ね。いや本当にここ心底思いますね。そうか、うん、だからこんな兄弟のね、あの英作文なのに、トライとアゲインだけでこのフレワンフレーズを表現できちゃうっていうところもすごい痺れますし、うんうん、なんかこう、あ、簡単な英語だけでもこんなかっこいい英語になるんやなっていうことをすごいやっぱ改めて思いました。いや、そういうことは嬉しいね、うん、その優しい言葉、うん、岩先生の優しい言葉が身に染みたって、英語で言えば要はカインドネスかな。It's killing me softly。 私をソフトにじわじわと殺しているという感じだな。そんな感じだね。そんなつもりは全くなかったんですけどね。いや、その心配がものすごく良かった。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。